こんにちは。JR 国分寺駅南口東方2分にあります、額縁と洋画材料専門店、次男ガボ2代目店主、長谷川です、えー。ちょっとね、暗い画面になってると思いますが、これね、実はあのトラックの運転席の中なんですけどね、わかります暗くて分かりないですよね、えー。ちょっとね、残業してました。はいえー、今ね、えー、ほぼ夜の、えー、9時回ったところなんですけどね。 はい。あの、ちょっと、実は、同じ、えー、名字のお客さんが、お二方いらっしゃいまして、えー、本来届けなければいけないお客さんのところの商品を、えー、同じ名字で違うお客様のところに届けてしまいまして、あら、こんなの注文してませんよ。次男がガボさん、何ですかっていうふうにね、ご連絡いただきまして。あらあか、完全に思い違いをしてましてですね。 で今、その間違った、間違って届けた届け先から、えー、品物を引き取って、正しいお客様のとこにお届けして、えー、駐車場に戻ってきたところでございます。えー、無料配達が、えー、次男ガボの一つの売りではありますが、こんな間違いをしてしまいまして、えー、誠に申し訳ございません。反省しております。はいまあ、こんなこともありますが、あの、次男ガボ、えー、ねあの頑張って仕事してますので、 の温かい目で見てください。はい、ありがとうございました。次男がもの長谷川でした。またよろしくお願いいたします。